ナタン・ベンジャミン・アケは、オランダ、南ホラント州デンハーグ出身のサッカー選手。オランダ代表。プレミアリーグマンチェスターシティ FC 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。ネイサン・アケと表記されることもある。12歳まで地元のアドデンハーグで育った後に、フェーノールとのユースに在籍した。この年代最高のタレントの一人と見られていたが、 ヘイノールトでのデビューを選ぶことなく、2011年夏に、チェルシー FC へ移った。2012年10月31日の、リーグカップマンチェスターユナイテッド FC 戦で、ベンチ入りすると、ロベルト・ティマッテ監督によって、ナサニエル・チャロバーとの交代で、トップチームデビューを果たした。2012年12月26日には、ラファエル・ベニテス暫定監督の下での、 リジシティ FC 戦で91分に不安またとの交代でプレミアリーグにデビューした。2013年2月27日の FA カップミドルズブラ FC 戦で初スタメンを果たした。2015年3月25日にレディング FC にレンタル移籍した。一度2014から15シーズン終了後にチェルシーへ戻ったが2015年8月14日に ワトフォード FC へ2015から16シーズン終了までレンタル移籍した。ワトフォードでは同シーズンの FA カップベスト4進出に貢献し、クラブの年間最優秀若手選手賞を受賞した。2016年6月30日、AFC ボーマスへ2016の17シーズン終了までレンタル移籍をしたが、2017年1月8日、 監督を務めるアントニオ・コンテの移行により、チェルシーに復帰したが、その後ボーンマスに完全一席。再加入後後後は、ディフェンスリーダーとして君臨した。2020年8月5日、マンチェスターシティ FC と5年契約を締結した、ことが発表された。U-17 オランダ代表として2011年と2012年の UEFAU-17 欧州選手権で優勝。 2011年のチームでは控えだったが2012年のチームではキャプテンマークを巻いた2017年5月18日国内で行われる親善試合のモロッコ代表とコートジボワール代表を戦うオランダ代表のメンバーに初招集されたこの時初招集を受けたのはアケと FC フロー人間に在籍していたセルジオパッドであり監督は ディックアドフォーカートだった。そして5月31日、モロッコ戦で、左サイドバックの位置で先発フル出場を果たし、A 代表デビューを飾った。この試合以降定期的に代表に招集され、2018年6月4日の、イタリア代表との親善試合ではヘッドによるゴールで、A 代表初得点を記録している。2021年5月、 UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された。グループリーグ初戦のウクライナ戦では、デンゼル・ダンフリースの決勝ゴールをアシスト、勝利に貢献した。ありがとうございます。